はいどうも、アルティメット工房のサミです。ついに5月14、15でキング&プリンスファーストドームツアー2022ミスターが終わってしまうわけなんですけれども、私は大阪と東京ドームの公演に参加をしてレポート動画を出したんですが、残念ながら名古屋の方は当選しなかったので、みんなツイッターにねいろいろ書いてくれてるじゃないですか。それを今日はみんなと見ていって、14日の公演はどんな感じだったのかっていう雰囲気だけでもつかめたらいいなと思っています。テレビとかでもライブの様子映していたりとか、雑誌でもどんな衣装でどんな楽曲やってみたいなのが出ていたりもするので、まあ一応ネタバレ注意とだけお伝えしておきます。さあそれではツイッターの画面を映していきます。こちらキンプリーミスター名古屋公演の5月14日のレポートってね、みんな書いてくれているので見ていきます。平野翔、住所や中学校の場所を神宮寺にバレたくない、ただしドームから30分ぐらいということそれはいいんだ、神宮寺くんにバレたくないっていうのが謎だけどね。そうでした。昨日ですかね、キング&プリンスのインスタライブが行われていましたね。あ、かわいい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 。アリーナで埋もれてたちびティアラちゃん、アンコールで係の人が花道柵の内側に誘導してくれて翔くんとお話ししてました。きっとご好意なんだろうな、素敵な瞬間を見させてもらってほっこりしたアンコールでした。すごいね。岸くんもそうだけど、小さい子に優しいイメージはありますね。私のすぐ後ろの列に翔くんの中学の時の担任の先生いたよ。まるまるここって翔くんがわかるように先生の名前が書いてあるうちは持ってた。翔くんに届け。え、絶対見えてると思うわ。翔くん扮する金色タイツの金マンがシャチホコした後に俺のシャチホコがそそり立って言ってたの全然アウトすぎた。え、あ、名古屋だからシャチホコに扮してたってこと？めちゃくちゃ見たいんだけど。私の友達も5月14日のその名古屋公演に入っていて、なんかこの日はカメラが入っていなかったっていうのと、何の発表もなかったっていう風にね教えてもらったんですけど、だからこそこういう下ネタが言えたんですかね。 MC 騎士会グダグダにお金払って見に来てくれたのに本当すいません。デラすいません。後でカイトの方から返金します。いっぱい持ってるんで。持ってないわ。失礼します。何人ぐらい養える？みんな支えれる。ドヤ顔。え、すごい。かっこいい。これ結構話題になってましたよね。流せたんだけど、平野翔があれだけ愛される理由が分かった気がする。容姿だけでなく内側から出る翔くんの言葉がすごい、オーラもすごい、とにかくいろいろすごかった。そうなんよね、あのすごいしか出てこないんだよね。うちのお母さんも本当にかっこいいっていうぐらい、もうかっこいいとかすごいとか、この存在感の人が本当に私の目の前にいるみたいな風にね感じる瞬間ですよね。平野翔さんアンコール後退場、死ぬなよ発言来ましたね。また今年も、でもどうなの、大阪の時東京の時言ってなかった気がするな。死ぬなよ BTW 岸平爆中あり、バーストナイトのことかな、 BTM してくれたんですね。まあ、5月15日でラストなので、本当に無事にね走り切っていただきたいなと思います。フィジャディバーコスプレ、平野サングラス、金の全身タイツに金のスカートやばいね。長瀬弱虫ペダル、あれかな、あの制服姿のやつですかね。神宮寺、地獄道仁一、え、何それ。騎士サーカスの団長、これはあのいつも通りのやつかな。高橋帰国子女翔くん動きキモくて喋るとチャラいし、金のシャチホコ最高だった見たいな、やば、それは見たいですね。翔くん中学時代の担任の先生来てたみたいで、多分関係者席だけど拍手起こってた。成長した姿を見せれるっていうのは最高の恩返しというか、先生たちも泣けてきちゃうんじゃないかなって思いますね。自分が教えた教え子がこんなに何万人っていう人に応援されてスポットライト浴びてる姿を見るってなったら、私たち以上に感動すると思いますので、それはね拍手起こりますね。 MC の名古屋コーチンの話題の後、神宮寺くん話変わるけど、コーチくんもコーチって呼ばれてるよね。それはそう、名前ないよ
確かにそれは名前ないの。蓮の幼稚園の時の話について、蓮のこと大好きな幼稚園の先生が毎日抱きしめて膝に乗せて話しかけてくれるんだけど、先生が魚臭かった、毎日魚の匂いがしたらしい。言えないよね、お魚食べてたんですかね。初めてに反応する神宮寺勇太、エアーキスもつけてくる高橋海人、ベッドインを誘ってきて誰か一回戦って懇願する永瀬廉、高速下ペロする岸優太、下よりこっちの方が早いと指を動かす永瀬廉、俺のシャチホコが反り立つ発言の平野翔、これはやばくない？その東京公演の時にこの初めてに反応する神宮寺優太っていうのを見ましたけれども、いやその他もやばいね。ちょっといいねつけた。翔くんの挨拶、10年前目の前のショッピングモールで普通に地元の友達と遊んでたんですけど、その時はあー今日は〇〇のコンサートかって中略、あの頃の自分に10年後にはこんな素敵な景色が待っているんだよと教えてあげたいです。私たちがメンバーを見てすごいかっこいいしか言葉が出てこないように、 King&Prince のみんなもペンライトの海を見てこんな素敵な景色っていう言葉しか出てこないのかなとも思います。平野くん銀髪さらすと、永瀬くん金髪片方耳かけ、高橋くん黒髪さらすと、岸くん黒髪前髪ありセット、神宮寺くん黒髪センター分け、平野翔の銀髪はえぐい。全部やばいな。もうあれですよね、うちわのビジュアルとみんな変わってんじゃないですかね。とにかく最後まで無事に大切な空間を楽しんでください。もうそれしかないよね。平野翔の中学時代の担任の先生どこかに来ていたらしい。こうして地元名古屋ドームに帰ってこれたことを誇らしいと話す平野翔さん、いや嬉しいでしょうね。初めてのドームツアーオーラスおめでとう。私も次は一緒にお祝いします。絶対当たります。バンストゥーナイトバクチュアリー、白シャツのボタン掛け違えて登場、登場時自分の衣装確認してあれってなってた。少し隠してたような気がしたけど、途中で切り替えスイッチが入ったかのように爆池で死ぬ。あ、そんなトラブルがあったんですね。お、出ましたキュンプリー。お題、彼女が手羽先を食べ歯間に挟まった時の対応。どんなよ、いっぱい挟まってるね、言いながら指でほじってパクッと食べ、気持ち悪いなそれは。ちょっと口開けてって言ってマウス2マウスで吸い上げる。いやどちらも気持ち悪いな、どちらも解消とよめく。ミスター KC からキモいのクレーム。それはやばいよ。翔くん、俺の金のシャチホコが反り立ってるは下ネタでしかない。そうよね。スタッフさんはじめ全ての関わってくださった方々のおかげで全公演無事に開催されてよかった。ラストまで怪我なく思う存分楽しんで最高のツアーにしてね。いやもうほんとそれ拍手。まあ、今一緒に働いてる人の知り合いがね、今回のキング&プリンスこのファーストドームツアーミスターをね一緒に回ってるっていうことで、その方は照明さんをやってるみたいで、キング&プリンスの現場が終わったら、本当に今日ですよね、今日終わったら次はキスマイフット2さんの現場に一緒に入るみたいなんですけど、まあ、それぞれの現場だいたい2日前ぐらいから準備をしてるらしくて、現場が終わった後も片付けとかが大変みたいなんですよね。キング&プリンスと一緒に福岡から始まり、大阪に行き東京に行きさらに名古屋に行ってっていうような形で、スタッフさんも含め全員で作り上げてきたものだっていう風にね、そういう裏話を聞いてさらに思い知らされましたし、こうやって楽しい時間を共有できるっていうその裏側には本当にね、いろんな人の努力熱量っていうのがこもってると思いますので、もう最後の最後までね楽しんで、そして無事に終わってほしいなと思います。永瀬廉くんの髪型、左耳かけ右前髪長め、黒髪プリン出てる、顔はもちろん抜群。あ、ちょっと伸びてきてるんだね。ドームツアーオーラスおめでとう。不安定なご時世、無事にオーラスを迎えられることは当たり前じゃないよね。そうですよね。なんか舞台とかだって出演者さんの中にコロナが出ちゃったりとかして中止になることもありますし、本当に開催できるっていうことだけでも良かったなって思います。キンプリちゃんやスタッフさんの頑張りがあって無事に公演が行われることに感謝ですね。初ドームツアー、いよいよラスト。キンプリにとってもティアラにとっても大切な大切な2ヶ月間だった。そしてきっとこれは彼らにとっての通過点、進化し続けるキンプリにこの先もずっとついていくよ。恋は優しくない。誰に教えてもらったわけでもないのに、レン君超絶可愛いレン君って感じですかね。
そんな感じかな。愛の手入れてきた永瀬丹のカイトくん、ニュアンスなのでちゃんかくんか定かじゃない、まあ、そんな感じでしょうね。はい、失礼いたしました。騎士会 MC、 俺から一個いい、その会話のキャッチボールしようぜ、いいよと本気でボール投げる、天然じゃん、野球やってたんで翔助けて。このね、テレビではおふざけとか言われちゃいますけれども、キング&プリンスの MC っていうのはね、かっこいいパフォーマンスとのギャップをすごく感じることができるので、皆さんに見ていただきたい MC 内容ですよね。かいちゃんは言葉のキャッチボールしようよって言ったのに、岸くんガチのキャッチボール始めた、その前に岸くん天然を卒業したって言ってたのに、数秒後に天然炸裂。天然って卒業できるものなんですかね。コイフルの翔くんの Can we be happy ソロでただいまおかえりって感じだよね。衣装のファーが取れて小鳥に見えてビビる神宮寺、平野ビビる、その前に手羽先の話してて、その小鳥も手羽先にするん、そういうやつが一番無理だがせコーチン、そういえばコーチくんもコーチンって呼ばれてたよね。それは名字なのよって話ね。挨拶、思いがみんなに届いたらいいな、またよかったら僕たちを見に来てください、そして幸せになりに来てください、また会いましょう、髪の毛かき上げて笑顔かわいい声は優しくない、急にメンバーコールをやりだしたカイト、レン君の時かわいい、レンレン、ショウ君の時ショウちゃんショウちゃん、その後ショウ君にうるさいよと怒られてましたムーンラバー、ステッキがうまくまっすぐにならなくて後ろに投げながら笑顔で踊り続けるカイト君、ムーンラバーでステッキ成功しないの今回のツアー多くない、でもカイト君切り替えて踊り続けるのかっこよすぎた。なんかさ、予期せぬトラブルっていうのが本番絶対起こる気がする、まあ、何かしらね、それがまたライブっていう感じでいいんですけどね。はい、そんな感じでいろいろとレポートを見てまいりました。今回はツイッターハッシュタグ KP ファーストドームミスター5月14日と検索をして、まあ、この動画見てくださっている方、私も含めいけてない方いらっしゃると思いますが、ちょっとでもね、そのMC の内容だったり雰囲気が伝わっていればいいなと思います。お、ツアータオル、あれ永瀬くんがね、ツアータオル投げてた気がする、大阪初日かな、うん、投げてた気がするわ。あ、皆さんも気になったらね、5月14日のレポートも出ていますので、ティアラの方がいっぱい書いてくれていますので見てみてください。それではね、5月の15日がラストとなります。5月はどんなレポートが出るのでしょうか、楽しみに待ちたいと思います。そして無事に終わりますように。ということで今日はキング&プリンスファーストドームツアー2022ミスター5月14日名古屋公演のレポートをね、見てまいりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。